本年最後の古墳巡りでございます。もう今日が最後ですね。さて、リクエストがございましたんでね、以前中入ったんやけど小さいライトやったんでね、今回はこのライト持ってきました。真っ暗でしたからね、前は。ナビで来るのにここに来るまでに30分ぐらい探し回ったかね。あれ、この辺のはずやけど。あ、ありました、ありました。あら、入られへんの、鍵かかってんの。あ、開けれるね。はい、あ、開いてんのか。昨夜千塚古墳群、階段塚古墳1号墳、これがこの昨夜千塚古墳群では一番大きい石碑でございます。昔ね、明治12年やったかね、モースさんがこの中のね石碑図を設計されてるんですよ。これ以前一回入ったんやけど、あ、こんな大きかった。なんか真っ暗やったんでね、もう、うわ、広っ。ちょっと入り口が1メーターほどじゃないからね、どんなんやろ。おお、すごいじゃないですか。前真っ暗なとこ見たんでね、両袖式はね、あの辺のあれね、あれが少し残ってますね。ずっとね、平成になってからだったかな、分かったのは。140年ほど前の話やからね。すごい。あら、すごいね。すごくございました。あの時は暗い、電気が暗かったんで、あ、こんなすごかったの。高さも4メートルぐらいあるね。これ、この石ね。この一番奥の石のね、これがね、スケッチ。横にね、なんか大きな石が、これか。これね。スケッチ見ましたけどね、140、150年前にこれをスケッチされた人がいるんやからね、それで100年ぐらいは誰もね見越してないんでね、全世界に発表してくれたんだけど、すごっ、これはすごいわ。あの両袖がきちっとね残ってますし、いやー、これは以前真っ暗い中で何やろ、あのスマホの電池かなんか耐えてきたのかな、真っ暗やったね。すごいね、これは。かなりね、石も削ってはくれてますけどね、きれいに。この辺の主張級の墓かね。あ、素晴らしいわ。これは保存状態ものすごいですね。ね、古墳によってはもう、ね、下手したら石が崩れそうなところがあるんでね。おお、すごいすごい、これはすごかった。ここのやつも、おお、なるほどね。この辺も石にスケッチされてたね、全部されたんだけど。おお、すごいすごい、あら、すごかった。これはリクエストいただいた結果来たんだけど、ありがとうございました。前なら見えないじゃないか、言ってね。あれは見えんわね。はい、今回見えました。あー、すごい。これ A 墳で30メーターの高さ5メーターぐらいあったように聞いてたんやけどね。あー、すごかった。わかりませんか。そこに石が組んであるんだけど、その石は何だろう。これ石垣やだ。崩れんように石垣組んであっただけか。あー、失礼しました。いい感じでした。これは素晴らしかった。帽子から上がってすぐですからね。はい、ありがとうございました。ちょっと今日は曇っとるけど、大阪市内まで見えますね、綺麗に。マット右か、風の春風が見えてるからね。あれ、雨の春風、あれぞ。この奥もね、古墳がなんかあったらしいんだけど、この一番手前に行きだけね、石碑図が覗けるのがあるらしいんで、見てみましょうか。見れるかね。あ、滑る滑る。
これもね、石図入れるかね。あら、あらあら、もう入るというか、もう竹だらけでさ、入られんのかね、これ。あら、竹だらけや。全くこれ入られへんかね、これ。こんなところ張って、入っていってる人おるのかね、これ。いや、これは大変やわ。入れるかね、滑るね。無理やな。この竹が邪魔やな。この木が。木がどけたら、まあちょっと汚れるけど。どんなんやね。あ、大きいね。あ、見える見える。見えますわ。結構大きいでございます。石もね。奥行きが、どれぐらいあるかね。7、8メートルあるね。おお、電車使ってくれてんだけどね。ちょっと入れんのが難点やな。大きいね、思ったより。あらあら。石も大きい。はい、ありがとうございました。これはもう滝いっぱいで入られへんわ。まあ入れる竹はあんままあ切らんと大きく成長してますわね。ご苦労でございました。はい、次行きましょう。ありがとうございました。